皆さん、こんにちは。今回は男子バスケットボール日本対フランス戦で起こった世紀の誤審と呼ばれる判定について、海外メディアの反応や女性審判のブランカ・セシリア・バーンズさんの経歴も含めて詳しくお話しします。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年7月30日、パリオリンピックの男子バスケットボール1次リーグ B 組第2戦が行われました。世界ランク26位の日本は同9位のフランスと対戦。接戦を繰り広げ、残り16秒で84-80と4点リードを奪っていました。ここまで来れば日本の勝利は目前だったはずです。しかしここから試合は劇的な展開を見せます。残り10秒、フランスのマシュー・ストラゼル選手がスリーポイントシュートを放ちます。そして日本の河村勇輝選手がディフェンスに入ったその瞬間、審判の笛が鳴りました。ファウルの判定です。問題となったのはこのファウル判定でした。映像や写真を見る限り、河村選手は相手選手に触れていないように見えます。にもかかわらず、バスケットカウントが認められ、さらにフリースローまで与えられたのです。フランス側はこのチャンスを逃しませんでした。フリースローを決め、あっという間に同点に追いつかれてしまいました。そして試合は延長戦へ。最終的に日本は90-94で敗れることになったのです。この判定に対し、日本中から疑問の声が上がりました。 SNS 上では、どう見ても河村選手は相手の体に触れていない、明らかな誤審だといったコメントが殺到しました。 X では、世紀の大誤審、これからの世界のバスケのためにやはり拡散しなきゃと思うというコメントが多くの共感を集めています。また、本当に悔しい、涙出てくるという声も上がっており、多くの日本のファンが悔しさをあらわにしています。著名人も声を上げ、俳優の副島淳さんは、どこがファールやねん、大誤審やで、ほんまにと激しい口調でツイートしています。さらに海外のファンからも同様の反応が見られました。審判が MVP、 史上最悪の五輪で史上最悪の誤審、五輪最高の試合が審判によるひどい判定で台無しにされたといった厳しい意見が相次ぎました。アメリカのスポーツライターのマイケル・グリフィスは、バスケットボールで見た中で最悪の判定の一つが日本をフランスに負けさせてしまったとコメントしています。また、アメリカの有名スポーツジャーナリストのビル・シモンズは、フランスは近年記憶にないほどの凄まじいホームクッキングの審判を受けていると皮肉を込めてツイートしています。この判定を下したのは、女性審判のブランカ・セシリア・バーンズさんでした。彼女は1987年2月12日生まれの37歳、メキシコ系アメリカ人で、ミッドアメリカ・クリスチャン大学出身です。バーンズさんは幼い頃からバスケットボールに携わってきました。選手としてはポイントガードのポジションでプレーし、 NAIA で2シーズンを過ごしています。その後、生計を立てるために審判に転向したそうです。しかし今回の判定を受けて、バーンズさんの SNS には大量の批判コメントが殺到しました。今すぐやめてもらいたい、あからさますぎる、大誤審、歩くバスケットカウントといった批判から、人種差別的な書き込みまで様々な言語で投稿されています。この事態を受けて、バーンズさんのインスタグラムではコメント機能が制限されることになりました。しかし河村選手へのファウル判定だけでなく、もう一つの誤審も物議を醸しています。それは八村塁選手への2度目のアンスポーツマンライクファウルの判定です。第4クォーター開始早々、八村選手はシュート体勢に入ったゴベア選手の右手に接触したとして、この日2度目のアンスポーツマンライクファウルを取られ、退場を余儀なくされました。この判定に対しても多くのファンが疑問を呈しています。ソフトすぎる判定だ、八村選手を退場させるためのものだったのではといった声が上がっています。アメリカのバスケットボール情報サイトレギオンフープスは、彼らは今オリンピックでフランス戦の八村塁をこれまでに見た中で最もソフトなアンスポーツマンライクファウルの一つで退場させた、ひどい判定だとツイートしています。これらの判定により、日本は主力選手を失い、
さらに逆転を許すことになってしまいました。多くの専門家やファンがこれらの判定が試合の流れを大きく変えたと指摘しています。さらに衝撃的な事実も明らかになっています。実はブランカ・セシリア・バーンズさんが審判を務めた試合はこれまでも誤審を指摘されたことがあったのです。2021年の東京オリンピックでは笛の誤審があったと言われています。また2022年の NBA プレーオフでは重要な場面でのファウルの見逃しを、2023年の FIBA ワールドカップでは微妙な判定の報告がいくつもありました。余談ですが、柔道で永山隆二選手を誤審した審判エリザベス・ゴンザレスさんもメキシコ出身です。両者とも1987年生まれで、2024年現在37歳。バーンズさんは1987年2月12日生まれ、ゴンザレスさんは1987年4月21日生まれです。メキシコには何か独特なルールや価値観があるのでしょうか。それが今回のパリオリンピックでの誤審につながっているのかもしれません。しかし選手たちの反応は冷静でした。河村選手は試合後のインタビューで、ファウルはなかったと思うとしながらも、ストラゼルは素晴らしいシューター、あれは難しいシュートだったが彼はそれを決めたと相手選手の技術を称えるスポーツマンシップを見せています。渡辺雄太選手も、もちろん我々はファウルをしないように努めた、彼らが3点を決めても私たちはまだ1点リードだからとした上で、河村は素晴らしい仕事をしたと思うし、彼や誰かを責めるつもりはないと振り返りました。トム・ホーバス監督も、ファウルには見えなかったけれど彼は私に背を向けていたので接触したかどうかは分からなかったとしながらも、ストラゼルは素晴らしいショットを決めたと締めくくっています。一方フランス側の反応はどうだったのでしょうか。ビクター・ウェンバニヤマ選手は、試合の流れ、ダイナミクスが変わったと語っています。彼らはアンダードッグとしてプレーしていて、我々は彼らのパンチを少し待ちすぎていた、オーバータイムでは最初にパンチを出したかった、そしてそれが功を奏した。この試合を通じて日本のバスケットボール界の成長が感じられました。世界ランク9位のフランスを相手に最後まで互角以上の戦いを見せたのです。多くのファンが SNS で選手たちを励ましています。誇りに思う、次につながる素晴らしい試合だった、審判の判定は残念だったが選手たちの頑張りに感動したといったコメントが寄せられています。バスケットボール解説者の倉石修氏は、今回の試合は日本バスケットボールの底力を世界に示した、この悔しさをバネにさらなる高みを目指してほしいとコメントしています。また元日本代表の田臥勇太選手も SNS で、選手たちの努力と成長に敬意を表します、この経験を糧にさらなる飛躍を期待していますとエールを送っています。いかがでしたでしょうか。今回はパリオリンピック男子バスケットボール日本対フランス戦で起きた世紀の誤審とその影響についてお伝えしました。皆さんはこの出来事をどのように受け止めましたか。ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。